はい、どうも、ビエレスパーサがやっていきたいと思います。はい、本日は第112回 SR チケットで戦力補充やっていこうかなと思っております。で、今回出る限定キャラとしましては4体のみです。まあ、厳選4体という感じですね。空手の勇気、内藤、林場、振袖つかさと、この4体が出るようになっております。まあ、サブアカね、つかさ50になっておりますので、できれば勇気か内藤、そして、新高校の桜園学園高校のキャラクターが出てくると、まあ、センターバック、サイドバックは作りやすいのかなと思いますので、しっかりと出ていただきたいです。では早速ですが引いていきましょう。今回ね、結構 SR チケット溜まっておりますね。 R チケットも溜まっておりますので、しかと引いていきましょう。うまいことね、新高校のキャラクター出てくれると嬉しいです。おっと、こんなとこに内藤ちゃん、マジか。早速来てますね。できればSR、虹玉の時に来ていただきたいです。まあ、RPR はふわっと飛ばします。うわー、限定キャラ結構出てるね。2体目出ました。ちょっとここら辺で出ちゃうとね、ちょっともったいないと思っちゃう。俺がいる。はい、また内藤ちゃんが出ました。おっと、ワランちゃんも出ました。あ、むっちゃ出てる。いいね。この調子で、この調子でいきましょう。はい。おー、染め。あ、マジ？宮島の R も出た。出てる。いや、これ、本当に二神の時に来てくれたら最高だ。はい、じゃあ PR10 枚いきます。まだここもね、序盤です。うん、まあまあまあ、まあまあまあ、限定キャラはゼロということで。さあ、こっからが勝負です。SR チケット10、10%、9枚。まずはこちら。1枚ぐらいは虹玉当たってくれると思ってます。1枚ぐらいは虹玉当たってくれると思っておりますが、さあ、どうでしょう。その虹玉で当たり引かせてほしいです。さあ来い。抜けない。まず虹を抜けなかったの残念ですね。まあ限定キャラは来てないんで、まあよしとしましょう。はい、続きまして 30%、 この辺りからちょこちょこと虹玉出てくると思ってます。 30%、 8枚ということで、さあ3枚出てくると勝ちかな。さあ、なんか今日出る感じはするんですか。出る気がします。今日なんか出る気がします。出る気がするときは出るのかな。どうなんだろう。言ってみたものの、そう、あまり出た記憶がございません。はい、え、1枚ちょっと少なすぎん。では最後に新しいキャラクター来ていただきたいです。さあ来い。出てた。新しくはないですね。はい、では 50%、 5枚ということで、先ほど全然外れまくったね。ここで5枚とも SR 来てくれてもいいんじゃないの。最低3枚は来てほしいです。最低3枚。はい、1枚以上は確定です。さあ何枚しますか。1。え、ちょっと今回虹玉率悪くない。そして R 以外を、 R のチケット以外を引いた時の限定キャラクター、新高校キャラクターの出が悪すぎません？ちょっとまずいぞ。朝か。おわっと、ゆうきくんの PR、 ここじゃない、ここじゃねえぞ。いやー、マジか。いやー、もう一枚後のこの SR チケットで来てくれると勝ちだったんだけどね。はい、では10枚いきたいと思います。自分的にね、ワンチャンね、ゆうきくんより高校キャラクター出てほしいんですよ。ゆうきくんと内藤ちゃんはガチャ引きたいなっていう気持ちが今半々ぐらいなんですよ。ワンチャン引くんですよ。それであれば高校キャラクター1体でも手に入れれば結構でかいんじゃないのかなと思いますので、さあここで引かせてください。行きましょう。三代島ならばワランちゃんも欲しいです。彼女の染めならばワンチャン1人でもなんとか3センターバック、サイドバック、ゴールキーパーいけると思ってます。さあ1枚は暗転しよう。暗転すればおそらくですけども、最新キャラクター来てくれます。では R の時のように暗転してください。え、マジ来ない。え、1枚も来ない。あ、終わりました。はい、残念ながら、結構虹玉、まあ虹玉の出率は悪かったけど、貯めたんですが、残念ながらいけませんでしたということで、
気流のレベルが上がるかな。気流のレベル上げていきたいと思います。はい、どうしよう、 SR プラス3円のか。まあ、これはほっといて、待って、PR、R が溜まってますね。じゃあ、PR を1枚出してきて、SR プラス3に食わせます。はい。PR の気流。PR の気流はどこにいる？これがね、もうちょっと探すコマンドとかね、あったらね、いいんだけどね。ちょっと探しづらいっす。毎回こういう風に探らないといけないんでね、ちょっと厳しい。普通に見過ごしてる感が半端ないからね。はい、気流、とりあえず気流の PR をプラゴにします。気流の PR をプラゴにしますだよね。はい、もう全部混ぜます。とりあえず15枚混ぜます。1枚残ってますが、手持ちに。さあ、5解放してください。期待値的には5解放してくれるはず。1、2の、3の、4の、5。 OK です、ありがとう。はい、そして SR プラ3がいるので、 SR プラ3にとりあえず PR プラ5を食わせます。そしてこれ2回放すればいいですね。さあ来い。1回放か。これにちょっとさすがに SR 混ぜて、行くのはちょっともったいないと思いますんで、 SR1 枚は自家食いさせます。自家食いさせましょう。はい、では解放44。意外とキリュウ君はまだ使えるキャラクターだと思っておりますので、来てください。さあ来い、キリュウ。 OK、 ナイス、キリュウ解放できました。まあこれだけ一応ね、パワーアップしたっていうのは一応でかいのかなと思っております。はい、とりあえず今回は、これで終わるんですけども、最後にちょっとパワースターの引き出しだけさせてください。一応宝探し全部終わらせたつもりです。全部というか、まあ一応終わらせたつもりなんで、結構ミニスターが溜まってんすよね。ストライカーハイも当ててミニスター溜まってます。まあ、そのあたりを回収していこうかなと。600個ぐらいあんのかな。ブロックサッカーだも結構もらえたしね。はい。あ、結構あるね。あ、どうしよう。これ、すごい回したいよな。うん。実際、このキャラクターたち引いても、ここのデビューガチャ1個持ってないからな。ちょっとサクセスは回しづらいかもしれません。ですが、この達人の黒帯、これがね、結構強いと思ってるんですよ。はい。ガチャを回すかもしれませんので、楽しみにしておいてください。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。